日朝石微調石は、調石グループに属する宝石。配送調石のジュエリー級のものが、サンストーンと呼ばれる。鉱色の調石でアベンチュレッセンスを持つので、アベンチュリンフェルドスパーとも呼ばれている。ガッツ朝石とタイになることから非調石の名がついた。ギリシア語で、太陽の石という意味のヘリオライトという名もある。澄んだ透明な石は、不透明の結晶で、 虹色の反射を伴う。結晶を内部に金属小片結晶を含む。結晶は主に海上で3室、小さくタンブル状のことが多い。インド産のものは配送長石に赤鉄鋼を含んだ半透明不透明の宝石になる。結晶系三射小系、高度6から6.5針鉄鋼、赤鉄鋼、銅などを含む。主産地はインド、カナダ。 アメリカ合衆国オレゴン州、ノルウェー、日本など。古来より太陽の力を宿す石として扱われる。古代イギリシャでは太陽神の象徴として崇められ、お守りにしたり、毒を中和させる目的で、酒や皿に使用された。インドではお祝いの儀式の時に使われていたという伝承がある。またリウマチの治療などにも用いられていた。十二星座では、獅子座。 天秤座、惑星は太陽に関係が深いと言われる。ありがとうございます。